音楽生活柴田さんの部屋。皆さんこんにちは、柴田さんです。今回のテーマ、シンセサイザー集中講座ということでございまして、シンセに関してね、まあ基本的な部分を説明していこうかなと思っているんですが、この動画はねシリーズ3回に分けてお送りしたいと思います。今回は、まあ、前編で、次回が中編で、最後に後編とで、まあ段階を分けて解説していきたいなと思うわけですが、シンセサイザー、まあ難しいな、ちょっとよく分かんないなっていう方もいらっしゃると思いますし、もう使いこなしてらっしゃる方はおさらい程度にご覧いただければよいかなと思いますが、このシリーズの動画で解説していくシンセサイザーの、要素は4つだけでございます。で、この4つを先にちょっとここに書いておきましょう。ドンと、はい、上からね、オシレーター、フィルター、アンプ、モジュレーション、この4つの項目について説明をしていきたいなと思うんですが、先にねちょっと、結論的に言っておくと、この動画のシリーズ3本ちゃんとご覧いただいても、シンセサイザーが 100% 自由自在に使いこなせるよというわけでは実はありませんでして、シンセのね基本的な部分をしっかりと理解いただくための動画と思っていただいた方が良いかなと思います。で、まあ、前編では、ね、この4つのうちのちょっと順不同になってしまいますが、オシレーターの部分と、あともう一つアンプの部分を、解説していきたいと思います。で、中編の動画ではフィルターに関して、モジュレーションに関してで、まあ、最後の後編ではね具体的な、シンセの、使い方といいますか、この4つの項目を、パラメータを調整してこんな風に音作りをしていくと、思ったように作れるんじゃないかななんていうところも、例を持って、解説していければなと思いますので、ぜひご覧くださいませ。はい、それではですね、まあ、前編の解説を進んでいく前に、この今表示してある4つの項目、これをねちょっと、まあ、大雑把に大まかにご理解いただきたいなと思いますので、ちょっとここだけ先に解説をさせていただきたいと思います。まず、オシレーター、シンセサイザーという楽器は、まあ、オシレーターという部分で音を、発生させるわけです。で、このオシレーターの音にも、まあ、種類がいくつかあるんですけど、で、オシレーターというセクションで元の音を決める。で、その後にフィルターというセクションで音をね、まあ、調整といいますか、特徴づけるといいますか、まあ、整えていくというセクションだと思っていただければいいかなと思います。で、フィルターで整えた後、アンプというセクションでどんな音の出し方をするか、ズバーンと出したりふわっと出したり、まあ、そんなことをアンプセクションで行うようになっています。で、このオシレーター、フィルター、アンプ、3つのセクションで実は、シンセの音ってもう完結はしてるわけですよ。音が決まって整えられて音が出ていると。ここまでで、出力はできてるんですけど、もう一つ、モジュレーションという項目があります。で、このモジュレーションが、まあ、非常にね、まあ、複雑でもあり、また、奥深いとも言えます。まあ、シンセサイザーの醍醐味、まあ、真骨頂のようなセクションでございますが、ここはね、次回の動画でしっかりと解説していきたいと思います。では、まずは、この、オシレーター、フィルター、アンプ、モジュレーションの中で、順不同になりますが、オシレーターとアンプに関してを解説してまいります。で、具体的にオシレーターに関してなんですけど、これね、まあ、ちょっとね誤解のないようにちゃんと説明しておかねばなんですけど、要は原音、最初の元の音をここで選ぶわけですよ。で、オシレーターと呼ばれる、まあ、原音の種類ってね、もう今の2019年に発売されてるシンセだとね、ものによっても何百と搭載されてたりします。ただこのオシレーターの元波形なんですけど、代表的な、タイプが4つありまして、で、その4つを今回はちょっと、まあ、本編も駆け足になってしまうと思うんですけど、まあ、主要なタイプを説明しながらご覧いただきたいと思います。で、まずね、オシレーターの4つのタイプ表示してみようと思います。ドンと、はい、これね、まあ、上から、サイン波、まあ、制限波とも言いますか。で、2つ目がトライアングル、三角波で、その後スクエア、矩形波で、層と呼ばれる波形、まあ、ノコギリ波と呼ばれていますけど、この4つのオシレータータイプ、原音のことです。この原音オシレーターが、非常に特徴的な特性を持ってまして、例えば、まあ、サイン波なんかだと倍音と呼ばれる音の成分がまた含まれてなかったりするんですよ。で、まあ、パッドだったりとかフルート的な柔らかいメロディー
ロディーリードなんかに使われていたりします。で次にトライアングル三角波、これはねちょっとね倍音が含まれているんですけど、ちょっと丸みのある太い、80年代90年代のシンセベースとかですかね、なんだかによく使われていたりします。で、次のスクエア矩形波ですよね、これ、三角波に近いんですけどちょっとねもう少し倍音が多く含まれています。でこれもシンセベースにも使われますけどちょっとね癖のある、リードだったりベースだったりに使われたりします。で最後に層と呼ばれる波形、これはもう、プリセットにもねスーパーソーとか名前がついたものありますけど、非常に倍音が多く含まれてて派手な音色、攻撃的なリードだったりベースなんかに使われていたりします。ちょっとね今駆け足でババッと説明しちゃいましたけど、これねこれあくまで僕の個人的な見解なんですけど、このサイン波トライアングルスクエアソーをカタカナで僕口で表現するとサイン波はねピーという感じでしょうかね。でトライアングル三角波はプーという感じで、スクエア、矩形波がねブーというちょっと太い感じで、層のノコギリ波がバーっていう派手な感じ。まあこんな今ちょっと口でお伝えしてしまいましたが、それぞれの波形サイン、オシレーター自体に音の特性があったりします。でオシレーターセクションというのはこの波形を何を選ぶか、または何と何を選んで掛け合わせるか、そんなことを、まず一番最初に行うセクションです。なのでオシレーターセクションで選んだ音次第では後でね非常に派手なものを作りたいのにサイン波ばっかり選んじゃうとあんまり派手にならなかったりとか、その逆でちょっとバラードに使うようなねリード作りたいのに層を選んじゃったりするとだいぶ派手派手しくて邪魔になったりすることもあったりします。なのでこれこの後本編で、DAW ソフトスタジオ1を使って解説をしていきたいなと思いますので、ぜひ音を聞いていただきながら、覚えていただければ良いのかなと思います。ではもう一つ、アンプのセクションもちょっとここで先に少し説明をさせていただきたいと思います。音の出方に、直接影響を与えるセクションなんですけども、アンプセクションを理解していただくのにこのねアルファベットをちょっと覚えていただきたいんです。こちらにちょっと表示します。ドンと、はい、ADSR もう知ってる方もいらっしゃると思いますが、シンセサイザーの音作りをしていくにあたってこの ADSR って、どうしても避けては通れない、非常に重要な要素でございます。中辺のね、次回の動画でもモジュレーションのセクションでしっかり出てきますので、今回はちょっと触りだけご説明しておこうと思いますが、A はねアタックの略です。で、D はディケイで、S はサステインで、 R はリリースと、これねちょっとここで簡単に説明を先にしておきます。 A は、例えばね鍵盤を押した瞬間、押してすぐ音が出るのか、それともふわっと音が出るのか、それを調整するパラメータです。で Decay D はちょっと1回後に回して先に S サステインを説明したいんですけど、サステインは鍵盤を押し続けている間、どれぐらいのボリュームで音を出すかという、音量に関するパラメータでございます。で1個戻って Decay なんですけど、このアタック押した瞬間に例えば音が出たとします。で、押し続けている間サステインのボリュームがあります。でアタックのボリュームがここだったとしましょう。で、サステインのボリュームがここだったとしましょう。そうするとアタックからサステインまで何秒で、ボリュームをここまで下げますかなんていうことを調整するための時間的な、パラメータがディケイでございます。ちょっと分かりにくいですよね。であともう一つ、リリース R の部分は鍵盤を離してすぐ音を止めるのか、離してもまだうわーんと鳴らしておくのか、これを調整することで、非常にねキレのいい、フレーズを作ったりすることもできますし、リリースを伸ばしておくと割とバラーディーなね雰囲気のものにふわっとしたパッドなんかは
すごくいい雰囲気が出せるんじゃないかなと思います。で、この今ちょっと駆け足で、説明させていただきましたが、オシレーターに関してとアンプに関してをこの後、本編、DAW ソフトはスタジオワンプロフェッショナルで、使うシンセがですね、ネイティブインストゥルメンツ社のマッシブというシンセサイザーソフトがあります。これ、最新のものはマッシブ X というものがリリースされましたが、マッシブと呼ばれる、まあ、オリジナルの、ね、モデルの方がまだリリースされてますし、まあ、世界的にもユーザーが非常に多い分かりやすいソフトなので、マッシブで解説をしていきたいと思います。それではいつものように、これね、ワープですよ参りましょうか。それでは参ります。ということでワープ成功でございます。今ご覧いただいておりますのが、先ほどご説明させていただきましたネイティブインストゥルメンツ社のマッシブというシンセサイザーソフトでございます。ちょっとマッシブのこれ、まあ、パラメーターがちょっといっぱいあって分かりにくいんですけど、今日、ご説明するオシレーターとアンプに関してのセクションだけちょっと、部分的に解説をしておきたいと思います。で、今ちょっと僕がマウスで囲っているところ、ここですね、ここが、マッシブのオシレーターのセクションで、オシレーターを略して OSC と表示されることがありますが、マッシブはオシレーターが1、2、3、3つまで、オシレーターもう原音を、出力することができます。まあ、だから3個同時に鳴らせるっていうことですよね。で、今回ご紹介するのはそのさらに右上の方にアンプというセクションがありまして、でこの音の出方を後で、この ADSR を持って、解説していきたいと思います。ではまずは音を、原音を選ぶこのオシレーターのセクションを少しちょっと見ていこうと思います。マッシブの場合は、これね、今、電源スイッチが、1、2、3、一番上だけ水色にオンになってるんですけども、でこのオシレーター1を今単音で鳴らせるようにしてあります。ちょっと音を鳴らしてみますね。今選んでいるのはサイン波です。ちょっと鳴らしてみます。はい、まあ、なんか聞き覚えのある音ですよね。まあ、カタカナにするとピーという感じでしょうが、これが、サイン波と呼ばれるタイプのものです。で、今度はトライアングル、三角波を、鳴らしてみましょう。三角波ちょっと出してみます。はい、ちょっとサインとは少し違って、少しね、きらびやかさというか抜けが良くなってる、まあ倍音がちょっとだけね、プラスされているような音源でございます。では、クケー波いってみましょう。クケー波は今聞いていただいた三角波、トライアングルよりもさらに倍音がもう少し、多く含まれている、音色でございます。これも同じ音程ちょっと鳴らしてみます。だいぶ抜けがいいですよね。でこの、最初ね、聞き比べてみるとサインとスクエア、もうね、後でちょっとまた聞き比べしてみますけど、やっぱりね、倍音がどれだけ含まれているかで音の特性、聴感上の、タイプってね、大きく変わってくるんです。じゃあその倍音が一番多く含まれている、層、ノコギリ波をちょっと聞いてみましょう。だいぶ派手ですよね。これじゃあちょっと、順番にもう一度聞き比べしてみますね。じゃあまずはサイン波、三角波で、クケー波いってみましょう。クケー波で、ソー、こんな感じでございます。で、このオシレーター1と2、両方ね、今選んでみました。上はトライアングル三角波、下は層の波形で、これが今同時に鳴るようになっています。ちょっとこの状態で鳴らしてみましょう。もうね、層の抜けが、音色が派手すぎてトライアングルが消えてますよね。ちょっと、層の方のボリュームを下げてみましょう。こんな感じかな。はい、でトライアングルと層が今同時になっているような状況でございます。まあ、2つ重なっているのもあるんですけど、ちょっと音に厚みが出てきましたよね。でこれは、それぞれをね、ボリュームを例えば、まあ、調節今のようにしたりだとか、あとは、この層波形自体、トライアングル波形自体をちょっとね、変質させるというか、ここにもまあ、マッシブなフィルターありますけど、まあ
今回はちょっと基本的なあの部分をご説明したいので、音色をまずは選ぶというところをご覧いただきました。じゃあ今選んだ、三角波と層の波形、これ2つが今重なったものが、このマウス右上ちょっとご覧いただくと、アンプというセクションありますよね。でこのアンプというセクションに送られているわけです。でこのアンプで、鍵盤を僕が押すと音がここから出ているということなんですけど、でさっきね冒頭のホワイトボードで説明させていただいた ADSR、 それを最後にちょっとご覧いただこうと思います。でその ADSR がこちらでございます。これね、ちょっとまあ台形、まあ滑り台のように両脇がなっていますが、これこそがシンセサイザーのね出音を決めていくのにもう絶対必要不可欠な ADSR という、パラメータの正体でございます。でね、このアタックというところが、ADSR の A アタックのパラメータ、これを上げ下げすると出音が早く出たりゆっくり出たりします。ちょっとやってみましょう。まずはアタック最短、スパッと出ますよね。でこれちょっと遅くするとわーっとだんだん大きくなったりするようになっています。これで音の出方を調整できますよね。でじゃあ次に、ここちょっと書いてないんですけど、サステインのことだと思ってください。このレベルと書いてあるもので、このサステインをちょっと先に説明しますけど、これを上げ下げするとこんな感じに変わっていくの分かりますよね。このパラメータ、表示されているものは変わるんですけど、これちょっとマウスの動きを見ていってください。まず音が出ました。でアタックでピークボリュームマックスまで行くわけです。でその後、この辺りがサステイン、まあ要は押し続けている間になっているボリュームのことです。でここに行き着くまでの時間がこのディケイなんですね。ディケイを例えば短くしてみると、はい、まあ縮まりましたけど、要はアタックが終わってサステインに行くまでの時間が非常に短くなったと。ちょっと分かりやすくするためにサステイン下げて、で、ディケイを最短にしてみましょう。でこれでちょっと鳴らしてみます。すぐちっちゃくなっちゃいますよね。でもディケイをすごく遅くすると、一回大きくなってからサステインにちっちゃくなるまでにだいぶ時間がかかるんだよと。まあ適度なところで調整が真っ当ではあるんですけども、ちょっとこの辺りで鳴らしてみると、これだとちょっと早く音が減衰しちゃいますね。あ、これは分かりやすい。でサステインがちょっと小さすぎるのでもう少し大きくして、うん、こんな感じで、アタック、ディケイ、まあサステイン、これはレベルになりますが、これを調整していくと。そうするとバンというアタックの強い音色も作れれば、バーンと割と平坦なものもできたりします。ちょっと平坦なものにしてみましょう。アタック最短で、ディケイもなし、レベルもサステインマックス、これだとねすごく平坦な音になります。はい、こんな感じで、最後にリリースの、パラメータをちょっと説明しておこうと思います。リリースはさっきご説明した通り、鍵盤を離した後どれくらい音が鳴っているかです。リリース最短でちょっと聞いてみましょう。リリースを最短にすると、今から離します、もう一回やります、離します、スパンとキレのいいフレーズが作れますよね。じゃあこれをちょっとリリースを長めにしてみましょう。でこれで離してみると、離します、ふわーっと音が消えていきますよね。でこれも、まあ、調整の仕方によっては非常にねバラーディーな、曲のアレンジの時に使うパッドなんかだとちょっとリリースを長めにしたりで、すごくね早い小気味のいいリードなんかのフレーズを作ろうと思うと、やっぱりリリースをちょっと短めにしないと作れなかったりします。まあ今ご覧いただいたように、これもねだいぶ駆け足ではありましたが、まずはこの左のところオシレーターの部分で、この右上のところアンプの部分、これね皆さんがお使いになってらっしゃる、シンセサイザーソフト、もちろんマッシブでなくてもバーチャルアナログと呼ばれる、シンセサイザーのソフトウェアには、
このオシレーターやアンプで、まあ、次回、解説させていただくフィルターだったりモジュレーションはみんな、同様に搭載されているので、ぜひね、普段使ってらっしゃるシンセサイザーもちょっとねこんなところに目を向けて、もう一度触ってみてもらえると、さらに理解が深まっていくんじゃないかなと思います。ということでまた次回の、中編ですね、シンセサイザー集中講座中編では、フィルターに関してとモジュレーションに関してをより詳しく解説してまいりたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では皆さんさようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。